さて今回メラトゥスロードオブザデッド続きやっていきましょう。さあ今ねこのゲームめちゃくちゃハマってるんですけど、前回ねちょっとまあこのゲームのね一旦見ましたよ。強敵エリート衛兵とゴーレムね、ゴーレムちょっとカードないんだけど、まあこいつはね耐久値が、まあ、今の出てきてる一般の敵の倍くらいあって、でダメージもあって、まあ槍なんでね、なんだろう、2体攻撃してくるような感じで、これも強かったね。ゴーレムがね、やばかったよ。ゴーレムはね、命中率は低いんだけど、この、半分ちょっとくらいなんだけど、ダメージがね、めちゃくちゃ高くて、で、耐久値もあって、耐性もあってと。まあ、次当たった時に、ちゃんとね、味方殺されないように、対策練りながら行きましょう。で、編成はこれでいいのかな？設定してあるか。で、ダークナイトは回復できるんで、ちょっと墓地見ていきますか。だいぶ魂集まってきたんで、あとはキャラクター集めて作っていこうかな。これとか多分作っといた方が時間経過によるね、効果が高いと思うので、怒りの家とかね、これ設定、あ、ゾンビ入れる？入れようか。入れて、ゾンビ2体いる。あ、じゃ両方レベル 1？ ゾンビ3レベルが死んだんだっけな。だよね。闘技場気になるね。ここで育てることもできるわけだもんね。スケルトンか、ちょっと作れるかな。スケルトンね、骨、あ、いけるな。武器、鎧がないんだっけ。鎧2個か、少ないね。ただ問題はなんか鎧使わない系で作れない。肉、血、心臓、骨、骨も少ないな。で花嫁ちょっと3人目か。バンシーいくか。エクトプラズム、チリ、これがチリなのかよくわかんないね。字的にはそうなんだけど。で作って You will learn to enjoy your wretched existence。あ、マナもいいな。これはまだ、みたいな。スケルトン入れて作って。While this place is intended to be a training ground for my minions, the fights themselves have proven to be a rather entertaining time waster。回復中で一人できないから、レイスとか入れてあげるか。それ今度だね。ちょっと、まだそこまで素材使うわけにはいかないかな。さあ、一番隊で、ここ一応回復ができるから、ね、進めてってと。いやお、閉じ込められた魂、勝利した後逃亡した敵一体ごとにイラトゥースが20マナずつ回復する。逃がすか、逃がす系のスキルもあったよね。敵が逃亡しやすくなるみたいな。狙っていかないと難しいからね。で戦闘が終わるまでランダムな敵が運マイナス30使ったらってことか。全てのミニオンが最初の、戦闘の最初の2ターン中に主導権を得て素早く移動できると。なるほど、これにしよう。これってのは装備品なの、なんて言うんだろう、左が舞台で右がね強化的なコマンドが選べるんだけど、勝手に出てくるかな。てかめっちゃアーティファクトあんじゃん。装備しましょう。破壊呪文のダメージが増えるか。これは装備系だからいいんだよね、置いといて。使い切りもあるんで、こういうやつね。あ、主導権失うか。これは全部右下？あ、ここが違うんだ。これ使い切りじゃないんだね。ってことは、えぐいっすね。最初の2ターンで決めればいいと。でバンシーとかが最初に攻撃すると敵の攻撃力ダウンできるから、そこで狙っていきたいんだよね。戦闘開始時に全ての敵が小気度チェックをパスする必要がある。これ使い切りでしょ。持ってってみるか。アーティファクトもいっぱいあるんだろうね。これどっち行くんだっけ。クエストか、これが分かんないんだよね。敵もいろいろ見ていきたいけど、墓なんでミニオン解除できて回復とかができる。左行けば戦闘は少ないけど、
回復などあんまり何もないか。右の方が利益はあるね。途中あるし。それくらいか代わり。でも戦闘多いもんね。戦闘の多さをどう取れるかだよね。経験値になるんだけど、死んだり。ね。まあ、回復も追いつかなければ傷ついていくので、大変ですし。あ、これかな。あ、全員主導権失ったり、裏切り。臆病、ターンごとに逃亡する確率が 20% 増加。あ、臆病はそういう感じなんだ。しかも後ろにいるから、後ろが逃げるからね。ちょうどいい感じ。凶暴。当たるダメージが 25% 増加するが、受けるダメージが 50% 増える。破滅予言者。切り裂けばいいか。おじいちゃんが、一番強いかな。アターマンってやつも強いな。普通に強いね、攻撃。あと1回もう0回か。魔法も防ぐんで、大変だな。どうしよう、攻撃狙わせるか。1921、いや死んじゃうな。さすがにね。なんか入れますか。あ、迅速入れましょう。入れ替わって1個超えたけど、そんな変わんないか。こいつも1回ブロックついてるね。全体攻撃とかで狙えたらいいんだろうな。まあ、ここは攻撃狙いましょう。おじいちゃんに集中します。で、次のターンだよね、また使えるのは。だからこのダークナイトの番か。全体系欲しいな。誰狙うかな。ちょっとダークナイトかけるか、これ。でスケルトン狙わせてやるのもいいね。うわ、一応攻撃力上がったりしてるんで。あ、裏切った。ナイス、ありがとう。それは何、それは何だ。後悔かしか。このキャラクターが死んだら破滅予言者とその味方が開発力、まあ、体力と小気度を回復する。 OK。 じゃあこいつ裏切りもあるし放っとこうか。攻撃力上がってるんだね。いやー、無限っていうのは切れないってこと。ずっとか。あ、この辺切れないんだ。え、じゃあこいつ放っといていいね。監督官は放っといて。ジジイ殺そう。はい。あ、いけないか。どうしよう。敵の攻撃の番は多分少ないと思うから、その他狙っていくか。敵がバフを受けるたびに、その敵にストレスダメージね。無知と、このおっさんのやつも多分バフに当たると思うので、ちょっとスタンスで使っていきましょう。あのジジイ殺せないな。バフ対象が上がって、さらに戦闘あるまで味方も上がると。自分、あ、そっか、対象だもんね。スケルトン2体でこれで上げまくってカウンター狙うのもいいな。いや、いろんな戦術あるんだろうね。はい、いけ。あ、こいつどうしような。ずっとこれ使う。これ何ターン持つんだろう。あ、やめろ。うわ、ナイス、ありがとう。痛い。バフしましたね。で、ブロックがこれで崩れて、リダイレクト死守。すべての攻撃とデバフの対象、あ、守る系か。オッケー。ここでこいつダークナイト回復させないと危ないので、どうしようかな。もう対象が上がるだけだよね。なるほどね。切るか。普通にストレスでいってもいいよね。狙わせてみるか。54だと足んなくない。あれ、足んないよね。
監督官さ、逃亡する確率はこれは乗んないか。あ、ここか。まだ正気だからかな。ターン開始前にその時点で残ってる正気度の 20% 相当の損失ダメージを全ての味方に与える。あ、だから減ってくんだ。しかも全然残ってるから。なるほどね。はい、くらい。ここでハゲていった。カウンターか、いっぱいついてるな。カウンター、あ、本当にカウンターついてる。やっちゃったね。ストレス系も攻撃に入るかな。ちょっとレイス何してんのってなるけど、ちょ、これしかできないので。さあ食らいなさい。カウンター来るんだよね。お、ナイス。これのおかげじゃない。いった、まずいまずいまずい。俺の手は汚したくないんだってまだついてるな。これはやりづらいね。攻撃あんま来ないと思うんで、ちょっとこの子ね、イラトスの花嫁が危機的な状況。つけるか。ナイス。めっちゃ効いてる。でこいつ殺したいね。もうそうなってくると逃亡もしないっぽいので、でも正気度があるせいだよね。これちょっと溶けないかなあんまないから、これでいくか。はい、もう下の罠も消えたもんね。もやしか。いや、怖いもんこいつ行くか。暗い。あ、やられたクリティカルそこで出るのか。弱いな。あ、で3列目上がってきたから全体のストレス攻撃位置を交換する。今回レイスじゃなかったな。ちょっとレイスであんますることがないかな。ストレスを狙っていく感じでもないの でこいつ下げちゃうともったいないでしょ。選択対象でリラリクするからな。とりあえず守るか。よし、こいつは食らないんで。死ぬまでかマジか、死ぬまでなんだ。見て、ずっとカウンター来るよ。このスタンスが意味ないもんね。そもそも攻撃されないから。どうしよう、もう監督官行くか。こうなってくると、ちょっと火力不足ですよ。花嫁死んだんで。こうバフもできないもんね。狙わせよう。こいつ来てカウンター来たらどうなんだろう。カウンターしました。その後どうなんだろうね。リダイでいくとすんのかな。崩壊狙うか。食らうんだろう。いや、来るもんね。いやー、対象移動で解けないかな。そういうのあったよね。ナイスナイスナイス、ありがとう。お疲れ、回復したね。食らってなかったかな、もともと。こいつ、あ、逃亡率ついてきてるね。どうしよっかな。それまでいいか。まだ防御あるぞ、こいつ。どんだけ。これでいいか。で守って、あ、失敗した。まあこれはここでいいか。狙わせて、でここでなくなって次行っ
て失敗した。こいつ強いな。よし、これ死ぬぞ。いや、こいつの無知で死ぬ可能性もあるもんね。狙わせるのも痛いもんな。24から30か。これ食らったら死なないか、普通に。61あるから死にはしないか。狙わせた方が安全だよね。上がってるんで。で、守ると。無知使わないか。使えないのかな。お、来た。これ狙って次ダークナイトだから全体ストレス攻撃しよう。次ダークナイト。よし、 OK。 こいつもどうでもいいんだけどね、そうなると。いくらい逃亡するんじゃないかな。逃亡 100% だったけど。はいはいはい、もう殺さないよ。くれ。あ、生きてる。逃げろ逃げろ。もうこいつのターンやってこないぞ。逃げるかな。退却逃亡行って次のターン。逃がさないよ。いや、勝ったけどね。これはなんだろう、エリートにはなんないのかな。敵の種類だいぶ変わりましたね。バンシー回復とかの経過ね。いや、これバンシーよ。回復させよう。レイス入れるか。回復欲しいね。スケルトンももう無理なんで。3ラウンドの間、あ、1ラウンド増えるんだ。こっちの場合は 35% に上がると。 10% アップね。レイス前列にないと魔法攻撃できないから、そっか、その辺を使い替えないといけないか。次のターン移動できない。クリティカルヒットは 200% ダメージ与える。いや、こっちじゃない。単純なダメージ上げて、キャラ作るか。ちょっと作りすぎだよね。ゾンビはいっぱいいて、イラとサネメが死んで、ダークナイトもいるか。ハネメ作るか。心臓骨生産、運が上がるか。前衛だね、次ね。ちょっと持ってこよう。1レベルどうだろうね。パラメーター見比べてみたいな。ちょっと来て。20から22の攻撃力で防御力は0。22から24でストレスもちょっと上がってて、命中は下がっていると。あ、そうなんだ。へえ、体力、もうこれちょっと上げたやつだよね。パーツが若干いいから上向いてるけど、そこまで差はないのか。で、入れ替えよう。ダークナイトちょっとね、使いたいけど怖いな。レイサークリティカルじゃなければ多分防いでくれるんで、花嫁入れて、バンシーセットね。ちょっとバンシーは常にいけるようにしときたいな。さあ、もう一回いこう。さあ、どうするか。戦闘が多い右か。これも何か分かんないもんね。右でもやばいな。右から右行かないとえげつないね。左なら3回で、右は右の右行けば3回か。で、アイテム的に、この古代の棺が開けれるから、右行きます。ちょっとこいつ気になる内野で強そうだな、ちょっと。うわ、どうしよう。ダークナイト知らないようにしないとね。レイスでいいのかこれ。ちょっと待って、レイスでいいのか。3列目レイスは、ちょっと不安が残るな。強いんだけど。4列目か。そしてイラトゥスにするか。どっか入れてよね。持ってこよう。
レベルがちょっと足りない気がするけどな。ここにもいるね。ああ、そっか。食らったやつね。バンシーゾンビ。よし、じゃあとりあえず行きましょう。